着いたぞ。ここが竜宮自然公園キャンプ場だ。キャンプ楽しみ。テント張ってさ、ご飯作ろうよ。自分冷凍チャーハンがいいっす。僕電子レンジ持ってきた。二人ともキャンプの良さってもんが分かってないな。うん、電話かな。おいおい誰だよ、携帯の電源なんて切ってろよ。キャンプの良さが分かってないっすね。お前らが言うな。でも誰の携帯だろう。携帯じゃなかった。めっちゃバイブレーション。なんでそんなに震えてるんだ。俺たちは今日キャンプ場に来てはいけなかった。なんで。今日は13日の金曜日、ジェイソンが出る日だ。ジェイソン聞いたことがあるぞ。何者なんすか。いや聞いたことはあるけど、名前を聞いただけで全然知らないんだ。なんだよ。いいか、ジェイソンっていうのは。俺もそこまで詳しくないもんね。なんだよ。ということだからいつものやつお願い。オッケー。ジェイソンっていうのは13日の金曜日ってホラー映画に出てくる怪人で、キャンプ場にやってきた若者を次々と殺していく超有名な悪役だよ。はいはい、なるほどね。いつもの名作の映画出てきて説明するやつをやってくれてありがとう。毎回これだよな。ワンパターンっすね。お前らが聞いてきたんだろ。ともかくここはジェイソンが出るタイプのキャンプ場かもしれないんだ。出るタイプのキャンプ場嫌だな。よし、ここの管理人さんに聞いてみよう。そういう人は今まで出たことないですに。よかった。よくない。なんでだよ。めっちゃ怪しいよ。っていうかあの人がジェイソンだよ。そんなわけないだろ。僕が確かめるよ。おじさんなんて名前ですか。ジェイソンですか。上級で聞くなよ。名前は教えられないに。怪しい。でもイニシャルはジェイだから、みんなはジェイさんって呼んでるよ。変な呼び方。でもジェイソンじゃなくてジェイさんだったっすよ。ジェイソンのイニシャルもジェイだから。それにジェイソンのトレードマークってのは白のホッケーマスクだよ。管理人さんが何かぶってるか見なよ。おじさんがかぶってるのは白のホッケーマスクですか。だから直球で聞くなって。これかい。これはオフホワイトのホッケーマスクだよ。オフホワイト。白じゃないっすね。よかった。オフホワイトはほぼ白だろ。絶対あの人がジェイソンだよ。確かにちょっと怪しいけど、マスクが白じゃなかったからな。白だよあれは。それにチェーンソーみたいなもの持ってた。山小屋なんだからチェーンソーはあるっしょ。切るっしょ。まあ実際のジェイソンもチェーンソーは持ってなかったらしいしね。あれ、そういえばスイーツは。なんかはっはっは、ジェイソンなんて出るわけないだろ。僕はトイレにでも行ってくるよみたいな感じで一人で出て行ったぜ。ホラー映画で殺される人っぽい。確かに戻ってくるの遅いっすね。なんだこの不気味な音は。これはあれだよ、ジェイソンが現れる時になるやつだよ。自分チキってきたっす。大丈夫だ鶴子、いざとなったら俺たちが守ってやるから。パイセン頼りになる。出た。何をしてるんじゃ。助かった。いやスイーツ、頭どうした。食虫植物に頭をかじられてたんだ。想像とは違うピンチ。よく戻ってこれたっすね。助けてもらったんだよ。誰に。私だよ。うわ怖っ。ジェイさんがチェーンソーで桃の先端ごと切り落としてくれたんだ。食虫植物の方切れよ。でもこんな時間にチェーンソー持って何してたんすか。それはね。なんですか。それはこれだよ。うわー。切るっしょ。夜やんなくても。なんだかんだで楽しかったっす。また来てね。うちは13日の金曜日だけ営業してるから。なんだそのキャンプ場。でもここがジェイソンが出ないタイプでよかったもんね。うん、うちは絶対ジェイソンは出ないね。ジェイソンは普通に音量や自爆霊は出るね。二度と来ません。めでたしめでたし。ワン。昔昔ある海で亀をいじめる子供たち。子供二人。ん、三人か。いや、やっぱ二人だよ。二人間違いない。そこ大事じゃない。遊ぶです。足踏んでる。何して遊ぼう。足踏んでるよ。あ、手裏剣配りは。何その遊び。ウケる。姉さんくん姉さんくん、そろそろみんな覚えた。よもさんけんよもさんけん、さっきまで言えてたのに。覚えてください、お願いします。